この先もだから我慢、トラブル、バランス取れない出るから、はい、これあのさ、お金ないんちゃう、うん、はい、皆さんこんにちは。口から生まれた占い師、新宿大久保の兄貴、金田ロッキーです。さて、手とタロットカードが映ってますけれどもね、まあ、あのこの前も週刊占いの時に、僕のあの生徒お弟子さん一人あのちょろっとやってもらったんですけれども、今同時進行、今3人おるか、3人教えてるか、うん、1人ちょっと卒業して、今2人かで、そんなこの一時ちょっと5、6人一気におったんですけれども、はい、今日も今教えてまして、まだ生徒なんですけれども、だから意外と僕の生徒ってみんなそうやねんけど、出すのは出すのよ、ただ読み方が難しいからいつも俺を占い言うねんけど、ちゃんと出すのよね。うん。だその辺はもうやっぱり才能がないと、最低のこのタロットやるための霊感というか、なんというか才能ないとできないんですけれども、そこは出すねんけど、読み方が難しいからみんな、あーみたいな感じになっちゃうんですけど、出すのは出せますので、北朝鮮がまたややこしいことやっております。8発ミサイルを日本海に向けて撃ってきたと。それに対して米韓合同軍が8発撃ち返したと。8発は強烈やな。だからある意味な、もうこのロシアがあんなことしたから、ただまあなんかそのやることによるリスクいうのも分かったと思うねんけどな、イケイケでやったらもうそれはもうえらいことになるし、日本や韓国に手出したらどうなるかいうの北朝鮮は分かっとる思うねんけれども、まあ威嚇行為で終わるとは思うねんけどな、それはまあちょっとその辺どうなるのか、まずじゃあ北朝鮮目線でどうするのか。はい、すべて出揃いました。解説していきます。太陽三三じゃない暗いカード。これ同じような感じなんで。まあ、だからもう、表向きは、なんかうちの国はすごいですよって言うてんねんけれども、ほんで、これバランス取れてた。で、ただ暗いの2つ出て、もうこの先もだから我慢、トラブル、バランス取れない出るから、ある意味、満足してた部分もあったんかもしれへんけれども、さらにもうなんかね、うまいこといかんようになってくるというか、なんというか、うん、ちょっとでもこれマシな部分あったんか、これはバランス取れるのカードやから、バランス、うん、ちょっとマシな部分もあったんやろうけれども、うん、だからまあ国内に関してはあれでええんかもわからん、うん、うん、別に自分の生活不自由することもないやろうし、うん、ただあの人はもう自分の思惑で世界を支配したいぐらい思ってる人やろうから、うん、せやからまあまあまあ暗いカードを出て、もう追い詰められるというか、まあにはうんなってると思うわ。うん。それがこれでもまたなんかもうなあやりますか。ちょっと危険やで。もう我慢の限界、トラブル。戦争仕掛けますか。いうのやったのか。どこにって話やけど。ただもう隣の韓国行くにもアメリカおるやん。日本にも、日本はすでに米軍の基地があるやん。敵対心燃やしとは、それはもうな、アメリカ、日本、韓国なわけやから、そういう意味でもう包囲もされとうわけやから、北朝鮮に戦争を仕掛けますか、どうですか。はい、目つぶって3枚引きでやりますね。
さ、お金ないんちゃう、うんうん、多分できへんと思う、うんうん、それも分かってると思う、うんうん、ロシアあんだけ長引いてて、うん、もうロシアでも金なくなってやばい思うね、うん、北朝鮮なんか無理やわ、核持ってます、ミサイルこんだけあります、軍事パレードあんだけ金かけてやるの精一杯ちゃうかな、たもう戦争は容赦かけへんと思う、うん、もう別に無視するの一番ええんちゃう、ミサイル飛ばした、うん、ようやってけえへんと思う、お金ないです、俺はそう思う、はい、戦争仕掛けてくることはないと思います、もうミサイル、ね、あの排他的水域にミサイル飛ばしてどうのこうのウェア言うて、うん、え、軍事パレードどうのこうのは年一でやるよんちゃう、うちこの国がそんだけ素晴らしいですよ、核持ってますよ、うん、お金ないので多分できないと思います、だからロシアがやってくれたおかげで分かったと思う、うんうん、はい、じゃあ続きまして日本がどうするのか、日本目線で、北朝鮮に対してですなんかね、こっち本位で進められるっていう風になってくるかな、うん、あるいはもういらんことせえへんやろうが明らかになってくんのか、うん、まあちょこまかはやってくんのかもしれへんけど、うん、まあ、もう腹立つは太陽さんさんじゃない、関係はあんま良くない、ただこれモチベ復活するとか A 方に動き出す、まあこれは努力するは2つ出てんねんけどな、希望を見えてくる、自分本位のことができる、俺はちょっと改善というか日本有利に立つというふうに動き出すと思うのよ、うん、まあ普通にか、さっきもあのね、北朝鮮目線で見てお金に困るんで取ったから、それは日本も韓国もアメリカも分かっと思うね、うん、話してなんか派手なことね、あのハリボテの外の部分だけええように見せよう、ええように見せようとしとうけれども、現実は分かっと思うのよ、うん、やったらやられるいうのも分かっとうし、うん、お金なくなるいうのも分かっとうし、うん、だからそういう部分でちょっと日本有利な方に動き出すかなとも思う、うん、まあそれは腹立つ部分いっぱいあるやろうけどね、あるやろうけどね、うん、まあ迎撃ミサイルはせえへんにしろ、ちょっと日本に有利にはなってくるんじゃないかなと、それかまあもうアメリカが完全に味方してくれてるから、だからまあアメリカが何とかしてくれる、台湾守る言うてくれたんが良かったんちゃう、まあ、結局同じことやから、うん、それも日本基地あるんやし、うん、じゃあもうバイデンさん出てなあ来てた時もミサイル撃ってきよったし、あれロシアまでなんか威嚇飛行やったんやったけど、なんかそんなんやったよな、あーもうちょっと物騒っすよね、はいはい、そんな感じでございまして、ちょっとまあ日本有利、まあ外交的にこう解消されるじゃなくても、まあもうちょっと日本有利には動いてくるのではないでしょうか、はい、僕はそんな感じのが出ました、平和な世の中になっていただきたいですね、はいはい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さよなら。バイバーイ。手だけ映ってます。